ネクスト、ネクストマイナスは、2007年のアメリカの SF アクション、スリラー映画。フィリップ・ケ・ディックの短編小説、ゴールデン・マンを原作とし、リータ・タマホリが監督、ニコラス・ケイジが主演を務めた。米国では2007年2月27日、日本では2008年4月26日に公開された。主人公のクリスは2分先の未来を知ることのできる。 予知能力の持ち主で、その能力を隠して、ラスベガスのカジノで、マジシャンのキャデラックと名乗って、生活を送っていた。ある事件をきっかけに、クリスの特殊能力が本物だと確信するに至った FBI 捜査官フェリスは、ロサンゼルスに核兵器と共に潜伏したテロリストを探し出すため、クリスに捜査への協力を求めるが、面倒に巻き込まれたくないクリスは、 彼女の依頼を拒否し逃亡する。テロリストもクリスの能力を知り、彼の命を狙っている。クリスは、普段は見ることのできない遠い先の未来で現れる、女性リズに出会い、互いに惹かれて、恋に落ちていくが、フェリスがリズに接近してきたため、彼女に真実を話し、彼女を逃がす。しかしリズはテロリストに捕まってしまい、体に爆薬を巻きつけられて人質にされる。 クリスは FBI チームの先頭に立ち、鳩場のコンテナ集積場に隠された核爆弾を発見すべく、リズの解放も目指して予知能力を発揮していくのだった。カッコ内は日本語吹き替え主役とプロデューサーを兼任したニコラス・ケージは、主人公の人格設定について大きな役割を果たした。主人公である2分先の未来が見える男の職業や、 ある決断をするための動機も、彼の意向によって方向づけられた。リックの原作短編小説、ゴールデンマンとは、主人公の名前こそ、クリス・ジョンソンのままで、予知能力を持つ点は共通だが、クリスは、金色の容姿ではない普通の中年男であり、登場人物や設定、物語の展開、結末などが本案により、大幅に異なっていて、全くの別作品となっている。 ありがとうございます。